どうもー。どうもってなんかさ、ちょっとなんか笑い芸人みたいだからやめようか。今日はリリカさんと小杖のコラボで YouTube やっていきたいと思います。はい、よろしく。はい、小杖です。視覚障害のことだとか、まあ、視覚障害に関わらず、まあ、障害のこと全般について私のチャンネルでは配信しています。どうぞよろしくお願いします。はい、リリカって言います。私は生まれつき色素がないアルビノっていう病気で、同じく弱視の視覚障害を持っています。それを、ね、発信する YouTube と TikTok を行っているので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。はい、リリカさんの方からね、はい、連絡してくれたんです。で、私も北海道出身なんで弱視なんですけど、よかったらなんかコラボしませんかっていう DM をさせてもらって、そしたらね、なんと地元まで一緒だったっていう。そう、そうっていうか通ってた学校も一緒だったっていう。そう、すごいね、共通点が多くって、しかも血液型も一緒なんだよね。大型。私は、まあ、北海道生まれ、北海道育ちっていうことで、今でも北海道に住んでる。で、リリカさんは、北海道生まれ、北海道育ちなんですけど、うん、今は神戸に住んでます。そう。だから、今日ね、特に私たち、十勝出身ということで、その、十勝にちなんだものをね、私は、こう、用意して、こう、リリカさんに、トカチのことをね、思い出してほしいというか、トカチに触れてほしいと思って、ちょっと今日用意してきたの。はい。ぜひ、ちょっとトカチに触れ合ってください。ありがとうございます。はい。サザエ、知ってます？サザエ。知らないですよ。サザエ知らない。ちょっと待って。トカチ感じてもらおうと思ったのに、サザエ知らないって言われた。ガーン。いざ、ね、トカチといえば、おはぎが有名なの。うん、で、おはぎで有名になったサザエ食品っていう会社があって、それがね、一応ね、有名なんですよ、十勝といえば。で、そこが出してるおにぎりがね、めっちゃ美味しいの。え、じゃあ、初です。おー、なんかそれはそれでいいよね。嬉しい。うん、そうね。4種類用意してます。まず、1つはね、これ持ってもらっていいですか。はい、はい、まずね、北海道らしいイクラと鮭、そしてね、サザエで一番人気の天むすっていうのがあるの。天むす、天ぷらのエビが入ってる。すごい。そう、それとあと一つね、忘れちゃったの。これね、おにぎりがショーウィンドウ越しに売ってるんだよね。で、私たち視覚障害持ってると、ショーウィンドウを超えて見るって大変じゃない？難しいです。ケーキとかショーウィンドウ越しに選べる？いや、もうだから食べるものが決まってるので、ショートケーキでみたいな。そうそうそう、決めていくしかないんだよね。そうです。もしかしたら新作で今まで食べたことないケーキがあるかもしれないけど、もうしょうがないよね、見えないから、いつも食べるものにするっていう。そうなんですよ。そう、で、このサザエもショーウィンドウ越しに売ってるの。だから見ないで、そのショーウィンドウは見ないで、私はもうイクラと鮭と天むすと、あと何て言ったか忘れちゃったの、1個。ごめん。あ、梅っぽい、これ見えた、ちょっとだけ。そう、ということでこれから実食していきます。好きに選んじゃって、これはもう気使うことないよ。今日もうリリカさんがね、トカチを感じる時間だから。鮭ありましたっけ。あります。あります。じゃあ鮭がいい。鮭いいね。鮭ね、なんだろう。待ってね、頑張ってみて。あ、このね、左側。あ、左ですか。はい、いただきます。はい、どうぞ。はい、よいしょ。あ、本当だ。そう、じゃあどうしようかな。私この梅食べたかった。梅一番好き。はい、じゃあ乾杯。乾杯。いただきます。うん、うん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 、もぐもぐタイムです。もぐもぐタイム。うんうんうん、どう、鮭に行き着い
いてないよね。ね、鮭に行き着いてないよね。もうちょっとかかる。もうちょっとかかる。鮭に行き着くまで、ちょっともぐもぐタイム。うん、うめった。うん、うん、うん、おいしい。おいしい。よかった、めっちゃおいしい。お腹空いてた。これ北海道のお米ですかね。うん、その通り。うん、道産のお米を使っています。美味しいです。じゃあ、うん、うん、うま。何の具が好きとか。断然鮭です。あ、よかった。鮭取ってきといて。いや、鮭買っとけばね、間違いない。間違いない。あんまりいないじゃないですか。いや、ちょっと鮭嫌いなんだけどって人。なかなか見ないですね。そう、おにぎりはパリパリの海苔としっとり海苔、どっち派？あー、どっちも好きですけど、うん、どちらかというとしっとりの方が家庭感があって好きです。わかる。あの、親が握ったおにぎりってしっとりしてて、しかも私アルミホイルに入ってたの。うんうん、一緒です。あ、一緒。わかる。なんかほっこりするよね。うん、私の方が、ね、断然早いの食べる。一口大きいんだよ、すっごい。ゆっくり食べてね。おにぎりってね、食べ過ぎちゃうの。そのきっと1個でそこそこ一膳分あるけど、うん、食べたくなっちゃうんだよね、美味しいと。コンビニで何個買います、普段？1個にしてる。お何個、何個買う？私も2個か3個いけます。3個頼もしいね。食べてってね。じゃあその3個買うってなったらどういう味買うの？あ、全部鮭です。ほら、ごめん、想像を超えたわ、返答が。いや、もうこのね、まあ、さっき TikTok の撮影して、まあ、その前にも打ち合わせして、なんかね、リリカさんってね、話せば話すほどね、変わりもんだなと思ってね。待って、鮭3つ買う？1個なんか別棚にすればいいっしょ。なんか、そう、あの、見えないんですよ、表示が。あ、で、そうなんです、鮭だけは一文字なんで、漢字で。うん、だから一文字のものをとりあえず買うっていう感じです。うん、確かに私もおにぎり買うときはもう一個一個取るか、うんうん、もう棚に貼り付く。あ、見やすさ重視してるんだ、本当に。うんうん、なるほどね。じゃあちょっとリリカさん、初サザエの感想お願いします。めちゃくちゃ美味しかったです。なんか、うん、本当に実家の味みたいな、なんて言うんだろう、ほっこりする感じでした。うん、美味しかったです。よかった。じゃあ続いて、こう、トカチをね、感じてもらうための2つ目です。はい、じゃじゃん。ちょっとリリカさん、これ開けてください。六花亭ですね。そう、六花亭のお菓子が入ってます。もうトカチ帯広といえば六花亭ですよ。じゃあちょっと中を見ていきましょう。はい、まず、じゃん、大平原。めっちゃ好きです。あ、好き？本当、よかった。これは、お、一つ鍋。こうか。はい、一つ鍋。ない？あ、本当。はい。はい、さあ、何から何かな。はい。あ、マルセルバター。これはもう超有名。これもうちの主人。うん、大好きで。そうなんだ。2箱ぐらい買って帰ります。さすが。なんだっけこれ、チョコマロン。チョコマロン、うん、これもないでしょう。ないです。初めて見たかもしれない。 あ、これもさっきまで一つなの。はい、で、ここでリリカさんに問題です。はい、このお菓子の中で私が一番好きなものは何でしょうか。わかりましたよ。はい。これでしょう。そう、ピバーン、ひとつ鍋でね、これね、すごい字小さくって、私も見るの大変なくらいなんだけど、なんかね、こしあん、私の方こしあん、そっちね、白あんなの。え、あ、そうなんですね。で、本当はもう一つ粒あんっていうのがあって、うんうん、もなかの中にそれぞれのあんこが入って、しかも白玉も入ってるっていう、すごい、そういうお菓子。よく分かったね、私がこれが一番好きで。2つもあるから。バレたそう。で、じゃあちょっとリリカさんは、はい、ね、初めて食べるものもあるかもしれないけど、どれ好き？私が一番好きなのは、うん、このマルセイバターです。
あ、じゃあここに ないものをひっくるめても、ひっくるめてもこれですね。そうなんだ、じゃあ同じものをご夫婦で。そうです、好きなんだね。なるほど。ちっちゃい頃から食べてる。あ、そうなんだ、はい、あのね、ここで驚愕の事実を述べます。あ、私、マルセイバター食べれないさ。そうなんだ。え、何にする、本当好きなの選んでください。どうしよう、迷っちゃうよね。迷っちゃう。もう私は何食べるか分かるでしょ。そうだな、でも小杉さんがあまり食べない、うん、私が大好きなので、こちらをいただきたい。いいと思う。そんな気使ってくれてありがとう。食べよう、はい、はい、いただきます。うん、白玉入ってた。うん、マルセイバターのなんかエピソードとかある？でもなんか実家にはだいたいいつも冷蔵庫に入ってませんでした？入ってない。なんかご近所さんからのもらい物だったりとか、ちょっとした手土産にすごいちょうどよくて、うんうんうん、常に誰かからもらってる感じだったんですよ。そうだったんだ。冷蔵庫に冷やして食べるって美味しいんだよね。美味しいです、めっちゃ。あとね、冷凍庫も美味しい、うんうんうん、なんかちょっとアイスみたいになって。そうなんですよ、冷凍庫は夏おすすめだ、うんうん、ね、うん、うんうん、でも私たちのチャンネルで、うん、北海道出身とか十勝出身の方ってどのくらいいらっしゃるんですかね。本当だね。どれぐらいなんだろう、うん、もしね、いたらコメント欲しいですね。ね、欲しいです。うん、あとはなんか全国各地のお土産っていうか、おすすめのお土産を教えてほしい、うんうんうん、面白そう、うん、やっぱりその土地に行った時何買ったらいいかなって。そうなんですよ、特に見えないから、うんうん、なんかどれ買ったらいいか分かんなくて。そうそうそう。あの、例えば今日も六花亭でね、こうやって買ってくる時に、うん、やっぱりその一個一個近づけないと私たちって分かんないから、こう並んでるのをさーっと見ることができない、うんうん、一個一個見てくからすごい時間もかかっちゃうから、じゃあ旅行先であのお土産買おうかなと思ってもいっぱいある中から探すっていうよりは、これ買おうと思って行ってお店の方に聞いた方がいいんだよね。そうなんです。なんか要するにさっきの鮭だよね。そうそう。だからもしよければこの動画見ていて、ご自身の、 あの地域のこれいいよっていうお土産だったらコメントもらえたら嬉しいです。食べるの早いですね。私ね、あの早いよ、だからゆっくり食べて、本当にゆっくり食べて。いや、じゃあ どうでした、六花亭のお菓子。まあ食べ慣れてるとは思うけど。いや、でもなんかすごい懐かしい感じのね、うん、味がしました。やっぱりね、地元のこう有名なもの食べると懐かしい気持ちに、うん、ね、ね、うんうん、なりますよね。はい、あのお互いね、概要欄に、TikTok とか YouTube の情報を盛り込む形でいきたいと思いますので、はい、気になった方はぜひ概要欄見てみてください。なんであんな白いのみたいなのをめちゃくちゃ言われてきて、20年間それがなかった日がないくらい絶対言われるんです、うんうんうん、うわ白ってめっちゃ言われるから、うん、合うね、めっちゃうちら考えめっちゃ合うね。ともうちょっと突っ込んでしまうけど、その自分の見え方についてなんて言うんだろう、に認識っていうか意識し始めたのっていつ頃？例えばさ、リリカさんは携帯見るときどれぐらいの、距離で見てる？携帯見るときは、あのだから学校の数学で出るグラフの授業はもうほとんど分かんなくて、私眼神のせいで縦線が見えないんですよ。あのお互い深掘りしていけたらなと思ってます、はい。